お聞きの放送は SBS の日本語放送です詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au スラスジャパニーズへどうぞ七月十九日 SBS ラジオ日本語放送週刊ニュースラップです 電子処方箋プロバイダーメディスキュアが今年初めに発生した大規模なサイバーアタックによりおよそ1300万人の個人データが盗み取られていたことを明らかにしましたこれは国内で最大規模のサイバーアタックの一つになりますメディスキュアは今年5月データの漏えいを確認していた一方で被害に遭ったオーストラリア人の数を明らかにしておらず6月には任意管手続きを行っていました データの漏えいから1週間後、ハッカーがロシアのハッキングサイトに情報の一部を売り出していたことは確認されていましたが、任意管理人がこのほど具体的な被害の数を明らかにしました。発表によると個人情報を取られたのは2019年3月から昨年11月の間に処方箋サービスを利用した1290万人のオーストラリア人で、情報には名前や住所、電話番号、メディケアカード番号、 そして限られた健康情報が含まれていましたイスラエル議会がパレスチナの国家に反対する決議を採択したことを受け国連事務総長が失望を表明しました決議案は120人中68人の賛成で可決されましたアントニオ・グテーレス事務総長のスポークスマンステファン・ジュジャリックは次のように述べています 可決された動議は国連決議国際法そして過去の合意と明らかに矛盾していますグテーレス事務総長はイスラエルと全ての関係者に対し二国家解決からさらに遠ざかる行動をしないよう改めて呼びかけていますドゥジャリック報道官でしたコインズランド州選挙まで100日となり医療住宅そして生活費が優先課題となる見込みです 野党のデビッド・クリサフリ自由党党首は10月の選挙で9年間にわたる労働党の支配に終止符を打ちたいと語っています一方最近の世論調査によるとスティーブン・マイルズ州首相は4月以降有権者の満足度を6%上昇させておりアンソニー・アルバニージー首相も労働党の候補者に自信を持っていると述べています マイリズ労働党政権の再選を確実にするため選挙までの間各エリアの候補者は懸命にキャンペーンを行うでしょうそれは私が掲げる目標でもあります私も政府と協力しながらこの優秀な労働党政権の再選のためにキャンペーンを続けるつもりですアルバニージ首相でした オーストラリアの先住民がジェノサイド犯罪を訴追することを阻止する現在の連邦法を挑戦する歴史的な裁判が本日より始まります先住民の長老アンクル・ロビー・ソープはこのほどビクトリア州最高裁判所で州判事裁判所と州検事訴訟を相手取り訴訟を起こしますアンクル・ソープは現法的枠組みはアボリジナルの主権を否定し アボリジナルコミュニティの破壊を永続させるものだと訴えています。ニュースを続けます。労働党組合大手 CFMEU のビクトリア支部に暴走族や組織犯罪集団との関係が明らかになったことを受け、オーストラリアの労働党エグゼクティブは CFMEU の建設部門に対し、 停止処分を決定しました対象となるのは労働党のニューサーズル州ビクトリア州、タスマニア州そして南オーストリア州の支部で停止処分が解除されるまで寄付は受け付けられません政府は現在 CFMEU の建設部門に管理者を任命することに追われていますアンソニアルバニージー首相はこの決定について適切な判断であると述べています 全国のエグゼクティブが会議を余儀なくされました彼らは会議を開ききょう決定を下しました今週は寄付も何もなく非常に迅速でしたアルバニージー首相でしたオリンピックまで1週間となったフランスのパリで警察官がナイフで刺され重傷を負う事件が発生しましたジェラルド・ダルマナン内相によると事件はシャンゼルゼ地区で発生 犯人の男は駆けつけた警官に取り押さえられましたパリ市内では15日にもパトロール中の兵士が刃物で刺される事件が発生しており26日のパリ大会を前に市内は厳戒態勢が敷かれていますガーディアン・オーストラリアと SBS ・ザ・フィードの共同調査によりクイーンズランド州の子どもたちが警察施設のウォッチハウスと呼ばれる隔離看房に入れられている映像が発見されました このウォッチハウスに入れられた子どもたちの中には一度に何週間も拘束される子もいましたクイーンズランド州の青少年施設にいる子どもたちの多くが先住民でまた胎児性アルコールスペクトラムなどを含む障害を抱えていますギジャド出身で心理学者でもあるティムスポールさんはブリスベンで20年以上にわたりファーストネーションの若者たちに関わってきました スポールさんは子どもたちが直面する根本的な問題に対処するためにシステム全体を変える必要があると述べています双方にとってより良い結果につながるべきだと私は主張しますそうしなければ子どもたちはまた同じシステムに戻されまた同じような犯罪を犯すことになりますスポールさんでしたマレーシア航空 MH17 便撃墜事件から10年となった17日 オランダで追悼式典が開かれ遺族が参列しましたロシア製のミサーリにより撃墜されたボーイング777型機にはオーストラリア人38人を含む乗員乗客298人が搭乗しており全員が死亡しましたオランダの裁判所は墜落に関与した3人に無期懲役の判決を下しましたが昨年国際捜査当局はこれ以上の容疑者を起訴するには証拠が不十分として 進行中中の捜査を中断していますオーストラリア連邦警察のヒルダ・シレック長官補佐は SBS に対し真実が見つかるまで捜査を続けるべきだとの考えを示しています。 事件発生時私の最初のリアクションは悲しみと絶望でしたおそらくオーストラリア世界中の多くの人たちと同じように私も当時テレビで見ていたと思います外的な力が飛行機を襲ったということを確信しました MH17 便が何者かによって墜落させられたという真実が私の中で確固たるものになりましたシレック長官補佐でした ニュースを続けます。欧州宇宙機関 ESA のプログラムを卒業し、オーストラリア初の女性宇宙飛行士となったキャサリン・ベネル・ペグさんは、自分の経験が今後、女性たちがステム分野でキャリアを目指すきっかけになればと述べています。2児の母で現在39歳のベネル・ペグさんは、2022年22,500人の中から選ばれた25人の一人として ESA に入学しました。 ベネル・ペグさんは訓練についてチャレンジングであった一方でやりがいもあったと振り返りますオールラウンダーでなければなりませんですから私たちは科学工学医学を学びましたウィンターサバイバルやオーシャンサバイバルレスキューといった探検的なことも学びました 宇宙遊泳のテクニックを練習するためにプールでスキューバダイビングも学びましたワイルドな経験でしたが合格することができましたクラスのみんなで乗り切りました素晴らしいチームスピリットでしたいつか彼らと一緒に宇宙を飛ぶ日を楽しみにしていますベネルペグさんでしたインドネシア当局は18日オーストラリアに向かう100キロ以上のメタンフェタミンを阻止したと発表しました インドネシアの麻薬対策機関によれば、そのボートはシンガポールからブリスベンに向かっているところをインドネシア海域で税関によって抑えられたとのことです。警察によると、密輸業者は2009年に制定された麻薬取締法に基づき処罰される見込みで、最高刑は死刑となります。最後にスポーツ、ゴルフ。 オーストラリア人ゴルファーキャメロン・スミスがスコットランドのロイヤル・トゥルーンで開催されている全英オープンで波乱な幕上げを迎えました。2022年の全英オープンで優勝を飾っているスミスは雨と風の強いコンディションの中苦戦し9オーバーで終わりました。現在30歳のスミスは過去9年にわたる33のメジャー大会でこのような経験は初めてだと述べています。 昨日こんなショットを打つと言われたらそんなはずはないと言っていたと思います必要な時に巻き返すためにパットを決めることができなく悪いスタートでしたスミス選手でした以上7月19日のニュースラップでした もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。